つ、もうすぐだと思います。うん、おしゃれなバーのカウンターのようなラーメン屋です。これが、ニューヨークの今のラーメン屋のカウンターです。まあ広い、本当に広いですね。壁の収納もおしゃれ、めちゃくちゃおしゃれですね。お疲れ様です。お疲れ様です。オーナーのアナンさんでございます。今日はちょっとお話を聞かせていただけるということで、集まっていただきました。アナンさん、ちょっとお話を聞きたいなと思います。まえちゃんはですね、まあ、ちなみに僕がこの間紹介させていただいた自然、まあ、大橋自然で働いてらっしゃる、まあ、ディレクター店長さんです。店長さんでございます。そして今日はコースさんもいらっしゃっております。お疲れ様です。トンチンは結構よく行かれます？そうですね、2日に1回ぐらいですか。そんなに結構、結構食べますよそれ。開けて創業してどれぐらいなんですか？もともとトンチン自体は自分の父親が30年前ぐらいに東京の池袋で1号店を開けてから、上海と台湾で展開して、その後、まあ、アメリカにもやるけど一緒にやらないかみたいな声をかけていただいた時に。お父様から？そうですね。はい、でその時ってラーメンをニューヨークでやるっていうのは ポピュラーなことなんですか？それっていうのは元々もう自分たちが来た5、6年前にはもう 100件とか、もう100件以上のラーメン屋さんだけ で、その中でどこのお店の豚骨ラーメンを作ってたので、自分たちも東京でずっと東京豚骨ラーメンっていう豚骨と醤油のラーメンをやってたので、これはもうチャンスがあるなって。なるほど。2017年の11月からオープンしました。なるほど。はい、どうですか感覚としては？4年間はどんな4年間ですか？最初はもう半年とかはほぼ誰もお客さんが来ないみたいな状態で、まあ知ってもらえてなかったので、一番こう大きなきっかけだったのは2年目の時にミシュランのビブグルマン、ビブグルマン、はい、ビブグルマン。あ、じゃあ単行本みたいなのに乗るんですか？乗ってます。おお、なるほど。びっくりしません？ラーメン屋さんですよ。あんな背の高い男性がカクテル運んでるんです。いや、すごいですよね。でも本当、じゃあ結構やっぱラーメンブームですね。本当そうですね。もうニューヨークの人たちはみんなラーメンが大好きですよね。なるほどね。はい、さっき僕もちょっと話したんですけど、ね、こうやってディナーっていうか、はい、デートに使ったりなんかするわけですよね、ニューヨークでは。ラーメン屋というか、ラーメンダイニング。ラーメン屋じゃないんですよ、ラーメンダイニングっていうことです。大丈夫ですか、本当に。僕、汗まみれなんですけど、ちょっと今ちょっとね、厨房で、その厨房の中に一人日本から連れてきてる職人さんがいるっていうことなので、ちょっとね、もしお話を聞けたらなと思ってるんですけど。メニューもおしゃれですよ。まあ、ニューヨークはですね、だいたいメニューがないんです。スキャン、QR スキャンになってます。これを携帯でおのおのスキャンしてそこから見るっていうスタイルがほぼ主流になっていて、いわゆるこう接触っていうんですか、まあ、そういうのを減らすっていう意味では非常に理にかなってるんですけど、ほぼスキャン。ちょっと今からですね、職人さんにお話聞くちょっと行きたいなって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前？シェフの多田さんです。多田さんです。シェフの多田さん、お疲れ様です。小出圭介です。どうですか、忙しいですね。あ、おかげさまで、まあ、最近ちょっとコロナが落ち着いてきて。そうですよね、はい、今もう 5年ぐらいいらっしゃるんですか？あ、そうですね、まあ、5年目になります。職人さんは日本人は多田さんだけです。現地採用 のスタッフも入れて、はい、3人いますね。あ、そうですか、はい、どうですか、すごい皆さんシェフの方めちゃくちゃいますね。今トータル20年以上になりますね。20年ですか、はい、ラーメン屋さんの厨房というよりも本当に本格的にレストランの厨房みたいな、そのような作ってま
はい、ですよね。常時20名いるわけではなくて、はい、あの曜日とか日にあの時間帯によっても違いますし、そうですよね、地下の方にあの仕込みの部屋がありますので、はいはいはい、はい、面を作ったりもしてますので、こういった面でも見えないところに多分。あ、そうですか、はい、どうですか、そのやっぱりニューヨークで大変なことはあります、はい、なんかこうあのやっぱり日本のラーメンをやってるんで、食材は結構日本のものを使ってるんですよ。はい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 、はい、ですからその日本 あの食材を取り揃えるのが結構難しくて、今コロナになってあの輸送とかの問題、なかなか日本のものがこっちに入ってこないで、入らないですよね。それですごく食材の方は苦労してます。かき氷ですね。こちらは今テイクアウトですね。テイクアウトのラーメン、スープ、そしておつまみ。これデリバリーですよ。そうですよね。コロナで始めたデリバリーです。そうです。ラーメン屋さんがデリバリーをねするということで、今結構主流になっております。まあおしゃれですよ。おしゃれですし。残ったスーパー持って帰る。私が独自な文化が進んでいます。シーソーエルマミー and one stilo. Okay. Yeah. Two of it. And after that, can I give bands for? Tsukune. Tsukune bands. Okay. Yeah. And fish bands as well.And for main, I'd like to have the classic Tokyo Tsukeme Tonkotsu Ramen. 今注文しました。だってメニューがないんですよ。だからその見ながらやります。このスタイルですね。いただきます。カニ入りポテトサラダ。おいしいよ。謎のテンション。いただきます。めちゃくちゃリッチ、かなり日本の味ですね、これ。美味しいです。本当ですよね。かわいい、こうやって、あれじゃないですか、本当にお通しさながらとかね、こうなんか選んで、こうやってこう盛り合わせ、盛り合わせみたいなことですね。かわいい。シェフがまさかの、 あのバンバンチキンをサービスしてくれてますね。あ、マジですか。ゆだもめ、バンバンチキン。バンバンチキン、美味しそう。ケージャンガーリックシシトウペッパー。ケージャンガーリックシシトウ、はい、うん、ガーリックがかなり効いてて、もうこれすごい、つまみとして最高です。タレみたいな、黒マー油、マー油、マー油の感じがめっちゃ出てて、それがシシトウの感じと合いました。めちゃくちゃ美味しい。いただきます。これはですね、塩昆布とごまですね、セサミで炒めてる。ごま油、だしパウダーっていうのを自分で作って、だしパウダーを入れてるんで、ね、なるほど。枝豆っていうもの、これが一つの料理っていうか、一つのおつまみですね。おつまみになってる、いいですね。良きです。これが噂のバーン。フィッシュ、フィッシュの、まあ、天ぷらですね。パクチーが乗っております。美味しいですね。バンズ、バンズでボンズ、上にパクチーたっぷり、パクチー好きにたまりますね。パクチー大好きだ。ビデオフィッシュ、ビデオフィッシュですよ。魚の身がすごいしっかりしてる。タルタルプラス、なんか多分このラー油的なソースがあるんですけど、ラー油的なソースがタルタルとめちゃくちゃ合ってくるんですよ。めちゃくちゃうまい。ちゃんとこう中華っていうのがこうちゃんとそのトータルされてます。めちゃくちゃ美味しい。いただきます。いただきます。ピースが一個大きい。
匂いがね、なんか香ばしい、甘辛系の香ばしさ。うまい、あれがうまい、おいしい、食い慣れてますね。うまい、ラーメンの月並み的な。来ました、こちらがメインディッシュ、クラシックスタイル豚骨ヌードルになります。見てください、この色、スープの色すごいでしょ、かなりいい色してます。ちなみに、こちらがスパイシータンタンです。スパイシータンタン、こちらお味噌でございます。ジンジャー味噌ラーメン、ジンジャーね、はい、ジンジャー合うんですよ、味噌に。ビーガンラーメンです。スモークだしラーメン、おー、いわゆる魚の油を作って、なるほどね、カツオですね、魚粉、魚粉を、はい、魚粉をしっかり出した魚粉系のラーメンですね。というわけでゴーです。私はこのクラシックスタイルをいただきますで、ございます。いい色ですね。まずスープいただきます。いいね、優しいです、優しい味、見た目ほど脂っぽくない。チャーシューよき、チャーシューよきです、うん、本当に至って本格的な東京の豚骨ラーメンになる。